やってまいりました。7月1日でございます。皆様こんにちは、平山茂と申します。現在時刻は11時45分でございます。さあ7月に入りました。雨です。しっかりと雨が降っておりますね。いやちょっと今日はね、本当に大雨の地域多いと思いますので、本当にくれぐれもご注意ください。動画が上がる時にはもう遅いんですが、今日も皆様に何事もないように私は祈ります。何事もない、今日は皆様に何事も悪いことは起きない、何も起こさせない、これで今日は皆様大丈夫ですからね。大丈夫ですよ、大丈夫です、ちょっとね旅に出たいですね。非常に旅に出たいです。それもね、車じゃない旅に出たいですね。飛行機に乗る旅に出たいです。はい、年内にね一発こう飛行機で旅に出るっていうのもね、ちょっと計画立てたいんですけれどもね、やっぱ言っても平山茂の地球見聞録なので、やっぱね日本ばっかりじゃつまんないんじゃないかなと、海外も含めてね視野に入れておりますよ。行きたいところだらけですからね。国内もまだね行ったことないところたくさんありますけれども、まあちょっとねそろそろ海外も一発挟みたいなと思っております。ちなみに候補はですね、どこでしょうね、香港、香港行きたいです。香港とマカオ、香港は街が好きなんですね。あと活気があってすごい素敵な街なので、すごいね刺激がありますね。東京行くよりも刺激がありますね。あとマカオはですね完全にカジノですね。カジノでもう一攫千金を狙ってマカオにチャレンジしに行きたいですね。今日木曜日か、やろっか、ロト6やろうか、今日買いましょう、買っちゃおう。今日のこの木曜日のねこのロト6の結果は今日は発表せずにですね、まあ明日ちょっと空いてる時間で発表したいなと思いますのでね。いや今日も一日本当皆様お疲れ様でございました。本当にお疲れ様です。7月に入りました。2021年後半戦スタートでございます。さあギアを一段上げて、下げる上げて行っちゃいましょう。ノリノリで行っちゃいましょう。楽しくとにかく、天気のね自然災害などにはくれぐれも注意して、油断だけしないように皆様張り切っていきましょう。ということで今日はこのような形で終わりたいと思います。では皆様また明日お会いしましょう。お、下向いてた、ごめんなさい。おやすみなさい。平山茂でした。